木村健は、兵庫県競馬組合、園田競馬場所属の調教師、元騎手。愛称は、木村武,武。父、高志は、君井寺競馬場所属の騎手だったが、1988年に、廃止されるに伴い、兵庫県に移籍し、引退後には、休務員を続けている。地方競馬共用センター長期騎手家庭第58期生。同期には、いがら冬ふらがいる。 小牧、岩田時代には、ベスト5位リガ、精一杯だったが、小牧が JRA へ移籍した2004年1 3 1勝を挙げ、リーディング3位、岩田が JRA へ移籍した2006年には231勝と、一気に勝ち案を伸ばし、悲願の兵庫県、リーディングジョッキーとなり、地方競馬全体でも、第3位となった。2016年までに、兵庫ダービーを、通算5勝しており、 兵庫を代表するトップジョッキーであった。1993年10月20日、その競馬第2競争、海塚スターで初騎乗初勝利。1995年全日本新人王走破戦、出場。1996年地方競馬通算100勝、達成。また、春には、ポニー競馬の大会にそのトップガンの騎手として出場。 三連覇がかかっていた成田ブラリアンと、森安テルマサの最強コンビを見事に一周して、地方馬として初優勝。阪神、淡路大震災から一年二ヶ月経った、被災地、神戸に、歓喜の報告をした。2000年10月21日4回京都競馬5日目、第4競争ラ系4歳上500万下、ビザンフレッシュで JRA 初起乗。 2001年6月6日、第40回クスノキ賞全日本アラブ優勝を、ガバナマイウェイで勝利し、重賞発制覇。2002年地方競馬通算500勝達成。同年12月3日、インターナショナルジョッキーカップ出場。2004年兵庫県競馬組合優秀騎手賞受賞。2006年5月16日、園田競馬第一競争 F33 組3歳。 条件戦を、セレクトワンで勝利し、地方競馬通算戦勝を達成。同年11月16日、その競馬第1競争 D54 組3歳以上、条件戦を、ジャーマンで勝利し、年間200勝を達成。最終的に231勝を挙げ、初の兵庫県築年間賞案1位で、リーディングジョッキー賞を受賞。2007年、 佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。同年3月10日、阪神競馬第12競争イタ特別で、マイネルトラベルに起乗し一着となり、JRA 初勝利を挙げる。4月5日、その競馬第10競争 b 1一組4歳以上、条件戦を、土佐のデザートで勝利し、地方競馬通算1200勝達成。 4月7日から4月27日まで、アメリカ合衆国ケンタッキー州キーンランド競馬場で、海外研修を行った。11月6日、その競馬第1競争 D32 組3歳以上、条件戦を、桜田門で勝利し、地方競馬通算1300勝達成。2008年2月28日、その競馬第6競争から最終第11。 競争までの6競争連続勝利を達成。8月13日、園田競馬第4競争 D53 組4歳以上、条件戦を、東映鈴鹿で勝利し、地方競馬通算1500勝を達成。同年年間288勝で、リーディングジョッキー賞、1500勝達成による、特別賞を受賞。同年地方競馬代表機種決定戦。 スーパージョッキーズトライアル2008出場。2009年1月27日、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。同年3月5日、第24回、その競馬6日目第3競争 D12 組4歳、以上条件戦を、ブライトティースで優勝し、地方競馬通算1700勝を達成。 同年8月13日第8回、園田競馬2日目第9競争 C13 歳以上特別戦をコスモニエで優勝し、地方競馬通算1800勝達成。2010年3月6日、第17回チューリップ賞を昇竜ムーンで勝利し、JRA 重賞初制覇。9月8日、その競馬第4競争日特美2歳戦を終えら号で優勝し、 地方競馬通算2000勝達成。2011年10月23日、第72回菊花賞を、単勝14番人気のハーバーコマンドで4着、入選し、地方競馬機種の意地を見せた。同競争では他にも名古屋競馬の岡部誠が、起場していた。ナーグランプリ2013ベストフェアプレイ賞受賞。2014年10月15日、 園田競馬第3競争をアンジュドボヌールで勝ち、地方競馬通算3000勝を達成した。2017年7月26日に、腰痛のため当分の間、起乗しないことが発表されたが、同年9月13日に調教師課程を受講することが発表された。木村自身も、このままでは自分の思うような起乗ができないと考え、 調教師への道に進むことを決めた。まずは、試験に合格することを第一に努力したいとコメントを寄せている。2018年3月、調教師免許試験に合格したことが、地方競馬全国協会から発表され、同年4月1日付で免許が交付された。同年9月1日付で、その他競馬場に旧車を開業。 地方通算成績2万1715千3560勝、JRA 通算242千6勝。太地は中央競馬の重賞。ありがとうございます。